ハリス大将、ハリー・ウィンクリー・ハリス・ジュニアは、アメリカ海軍の元軍人、前大官民国、中殺アメリカが衆国特命全権大使。第24代アメリカ太平洋軍司令官。アメリカ海軍史上初めてのアジア系の大将である。大将の地位は、日系アメリカ人軍人が得た過去最高の、階級である。米海軍の p 3 c 用上航空哨戒の、 分野から初めて出た対象である。米海軍の元、オールドゴート保持者であり、元、グレーアウル保持者。日本では、ハリー・ハリスと表記されることが多い。アメリカ人と日本人の両親を持つハリスは、母親から義務と義理を学んだと語り、6.7歳の子供が理解するにはとても重い概念だったとした上で、自分は、日米同盟の向上に尽力する義務があると述べた。 好きな本は太陽に駆ける橋、千次元日本に生きたアメリカ人妻の愛の記録としている。ハリスの母、大野文子は神戸の裕福な家庭で育ったが、10代後半で両親と5人姉妹の7人家族のうち3人を第二次世界大戦中の空襲で亡くした。生き残った母親らと共におばを頼り横浜に避難し、その後1950年に、 横須賀の海軍基地に通訳権秘書として職を得た。そして夫のハリー・ハリスシニアと知り合い結婚した。韓国内では中間大使としてのハリスが高圧的であると批判されることがある。ハンギョレはハリスの言動には傲慢や無礼偏見、無知が見られると評している。ニューヨークタイムズは日系人であるハリスが中間大使を務めていることについても 韓国内では国民への侮辱と捉えられていると報じた。ハリスは人種、民族的背景により現地メディアに批判されていると述べている。韓国内ではハリスの口ひげについても日本統治時代の朝鮮総督を連想させるとの批判がある。ハリスは口ひげは海軍を退役した記念に生やし始めたもので自身の自とは無関係であると述べている。また、 日韓に歴史的な対立が存在するのは理解しているが、私がたまたま日系人だからと言って、そうした歴史を私に重ね合わせるのは間違いだとも述べている。なお現在は新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、マスクを着用しながらソウルの夏を涼しく過ごすために、剃り落としている。ありがとうございます。